うん、美味しいですね。優しい、うん、いいね。こんだけ野菜入るとやっぱいろんな味するね、うん、こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のメニューは今日はガルムージャ。お、1年ぶりですね。覚えてらっしゃいます？いや、もちろん覚えてますよ、はい、すごい美味しかったなっていう記憶があります、はいはいはい、春のスープです、ね、これを見ると春を思い出すようになってしまいました。いいね。あ、はい、嘘だだって2回目でしょそれぐらい記憶に残ってる料理だった毎年さ、もう10年近く見てんだったらそれは言ってもいいセリフだけど、それを皆さんにも習慣していただきたいみたいなこと、ね、あ、いいね。これを春になったら飲みたくなるぐらいね。ズッパリプリマベーラっていうぐらいね、春のスープ。プリマベーラ、春 ね。ガルムジャどういう？ガルムジャね、調べたけど意味わかんないんだよね。ルッカの人も多分分かってないと思う。ガルムジャ、ガルムジャっていう、そう、ルッカの、まあ、郷土料理なんだけど、でもだから方言みたいなのかもね。かも ね。だからその土地土地で食べられてて、だから富山で言うと、なんだろうね、また難しくなっちゃう。まずはそら豆ね、グリーンピース、そしてグリーンアスパラ、さやいんげん、菜の花、新玉ねぎ、そしてベーコン、ローリエ、ニンニク、パルミジャーノ、塩コショウ、オリーブオイルです。去年となんか違うの？若干食材を変えているのと、去年はねだいぶ手間かけたのよ、下処理で一個一個食材茹でました。で今日はもうそういうのあんま考えずに、うん、一斉にドーンで、スープの中に入れちゃいます。だからまあ時短ですね。あのガルムージャが時短でできるの？時短でできる。要はあれ前回すごいちょっと凝ってみたの。でも今回はもういいんじゃない、家庭料理でドーンと入れて、茹で加減シャキシャキ感も変わってもいいかなと思って、はい、正しいあの回答は、まあ、そもそもガルムージャ誰も知らないそうはい、じゃあ作っていきましょうね。じゃあもうそら豆の鞘から剥いていきますね。意外にこう細かい手間がかかるよね。まああの剥きそら豆とかね、剥きグリーンピースもあるのでそれでもいいです。そしたらもっと時短だし、そうだね、極端な話あの冷凍グリーンピースでも。いや、そこはダメよ。フレッシュなさグリーンピースの美味しさって知ってもらうためにこのルール作ってるでしょ。そうですね。そこ信念曲げちゃダメよ。いいですどうしても手に入らない方いるでしょどうしても。はい、じゃあそら豆は皮むきましょうね。本当は茹でて皮むくと楽なんですけど放り込むんで今の段階でも皮むいちゃいます。爪でちょっと筋入れれば剥けると思います。はい、そら豆剥き終わりましたね。でこの皮もね一緒にお水で煮てブロード作りますんで、ブイヨンね、これも使います。はい、ね、グリーンピースね、はい、はい、行きましょう。剥くぜ。さやを剥くだけです。これね、爪が緑くなるやつね、ずっとやってると。グリーンピースも剥き終わりましたね。時間かかりますね。大丈夫です、編集上では多分30秒ぐらいじゃあこのさやも使いましょうね。はい、はい、これも使いますよ。じゃあアスパラね、下の方の硬い皮だけ剥いておきましょうね。アスパラ覚えてる？折れそうになったところぐらいからが剥きどころね、剥き始めね。はい、アスパラのね、この今剥いた皮もブイヨンに使いましょうね、はい、じゃあ材料切っていきますね、はい、アスパラ斜めにね1センチぐらいでカットしていってください。1センチ幅でね、はい、アスパラカットね。もう同じタイミングで今日はお野菜をスープに入れますんで同じトレーバットに入れてください。さやいんげんです、はい、もうさやいんげんでもね、スナップエンドウでもある野菜何でもいいですね。これもヘタだけ取りましょうか。これポキッと折ってもらえば大丈夫です、うん、もしね筋があれば引いてください。ある食材、もうこれ春だなと思うものを皆さん手に入るもので入れてもらえばいいので、だからこんな大雑把な料理ないですよ。だから量も別にどんなぐらい量使っても大丈夫です。よく最近分量聞かれるけど、まあ、うん、大体でね、はい、入れたいだけ入れましょう、はい、そう味付けも大体です最後ね、あの味見してもらって塩が足りなければ塩入れてもらうと。そうね、はい、はい、じゃあインゲンも適当なサイズにね切ってください。よし、じゃあインゲンもね切りましょう。だからあれね、もうガルムージャの日っていうのは提唱してるのは、もう春を感じる日っていうこと、みんなでガルムージャを飲む日を作ればいいの。みんなで作ればいいんだよ。いいね、もう提唱しよう。何にしてる？いいよ、誰も決めてないから。4月10日でいいんじゃない。4月10日、うん、じゃあ4月10日、うん、ガルムージャの日に決まりました、はい、今、はい、で、はい、私の誕生日です、はい、ちゃんと投稿投稿忘れない今日はガルムージャ、ガルムージャ前日からやっておきますガルムージャの日ですよって、野菜揃えてくださいってでみんないい、ね、ハッシュタグあのガルムージャでアップしましょう、はい、で生誕祭で45歳になります45歳、はいはい、じゃあいいですか、はい、玉ねぎね、これも新玉ねぎです、うん、2分の1個使いましょう。軽い薄切りにしましょうか。はい、 OK です。
はい、じゃあ次はニンニクね、裏潰すだけね、潰してニンニク芽があれば取ってくださいね。ベーコン、あの現地だとパンチェッタ使うことが多いですけどね、こちらはベーコンでやりましょう。ブロックでもいいですし、別にねスライスでも大丈夫です。旨味出しってことね。そう、旨味出しですね。玉ねぎと一緒にね旨味を出します。はい、 OK です、はい、準備完了。まずブイヨンから取りましょうか。はい、はい、じゃあブイヨン取りますね。 1000cc の水です。さやをね全部入れちゃいます。皮とかね、ガッサで、これ火にかけましょうね。はい、はい、水は、水今1000足しました。まだ他に使うかもしれないからね。はい、これでパスタねとかリゾット作ると美味しいですから ね。この後我々これでリゾット作りますからね。はい、そうなんです。では玉ねぎとベーコンを炒めていきますね。オリーブオイル敷きましょう。大さじ1程度にんにくを入れて火にかけます、ね、中火から弱火でにんにくの旨味を出していきますね。はい、いいですか。にんにくふつふついってまいりました、はい、それではベーコンと玉ねぎを入れますね。玉ねぎも入れます。でこれはねもうベーコンから旨味油を出して玉ねぎの旨味を出します。なんだかな、玉ねぎしんなりするまでね中火から弱火で炒めてください。はい、ちょうどね10分経ちましたね。10分ぐらいでもう香りが出てちょっと色が出てきてるはずです ね。あ、こんぐらい入れると分かるか。あ、分かる ね。美味しい春のブロードです。じゃあいきますね。今玉ねぎとベーコンもじっくり炒まってます。はい、じゃあここにね約1リットルぐらいのブイヨン入れていきます。 OK、 じゃあこのもうねこのタイミングでよろしいですか。ブイヨン入れたタイミングでお野菜を入れます。はい、全部の野菜いっぺんに入れちゃいますね。あ、いいんだ、ちょっと順番じゃなくていいのね。あ、順番じゃなくていいです。もう10分やって完成です。もうだから順番にやらず多少くたってなる野菜もあっても OK です。でここからさらにね味出ますからね、うん、じゃあもうこれねあとはお野菜が煮えたら完成なんで、まあ、約10分あれば全部柔らかくなります。はい、あれ、あ、ローリエごめんなさい、ローリエ入れていい？ローリエ入れるの忘れてました。はい、後ですけどローリエも入れますね一緒に。はい、うん、出来上がりですね。うん、おいしい。いいね。いいですか。はい、じゃあもう最後味付けです。はい、じゃああとお塩と胡椒でね味付けです。もう本当にこのお野菜の味だけ。いや、朝一食目からこれは贅沢だね。いいですね。よし、食べましょう。はい、はい、はい、じゃあお皿に盛りましょうね。ただ盛るだけね。チーズも何も削…あ、チーズ削るのか。チーズ削りたいと思いますね。とオリーブオイルね。そう、キメオイル、いいね、野菜たっぷり、ほんとすごいね、ほんと、これは。仕上げですね。オリーブオイル、たっぷりかけましょう。キメオイル、ブラックペッパーね削りで、お好みですが、チーズ削った方がさらに美味しくなります。はい、完成です。はい、じゃあいただきます。はい、どうぞ召し上がってください。うん、美味しいですね。1年ぶり、優しい。うん、春が来ましたねいや、春を感じて幸せです、うん、いや、もう全身で感じますね、これね。まあ、トロトロはトロトロで美味しい、ね、お野菜イタリアっぽくていいよ ね。菜の花とかね、クタッとして美味しいのと、そうそう、でもグリーンピースとかね、食感があって、ね、いいね。こんだけ野菜入るとやっぱいろんな味するね、うん、食感もぜひ作ってほしいね、はい、春のスープ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。